V ベルトは、ローラーチェーンや発ケベルトなどと同じ、巻きかけ電動装置の一種で、動力の伝達に摩擦力を使うベルトドライブの一種で、ある。ベルト断面の外周側が広く内周側が狭いため、台形を逆さにした形状をしている。動力伝達手段として、自動車や工業機械などに広く普及している、ベルトである。摩擦電動には、 タイラベルトと V ベルトがあるが、V ベルトはその形状による接触面積の大きさとくさび作用によって同一幅のタイラベルトよりも強い摩擦力を発生する。そのためタイラベルトより滑りが少なく大きな伝達能力を発揮する。ベルトの V 字角は通常40度である。ベルトの構造はまず幅広い上部に強靭な紐を。 ゴムで固めた構造があり、その内周側はプーリーでの曲げに対応する柔軟なゴムがあり、ベルトの上下はゴムで固めた布で覆われている。摩擦力を確保するため、駆動軸と受動軸の間に一定の張力をかける必要があり、軸受けに余分な負担がかかる。ベルトの高さを確保し、接触面積を増やしたものがある。高さによる曲げ損失を抑えるため、 内側に切り込みを入れたコグベルト、ノッチベルトもある。代表的な巻き掛け駆動であるローラーチェーンおよびハつケベルトと比較すると、下記の特徴がある。ありがとうございます。